吉野さん、やっぱ亀仙人かかぶりましたかあのね今ねライブ放送してたんですけどもあのまあ不定期でライブすることもあるんですよあの、午後とかはね。で今日のテーマは大和くんの靴に対していろいろとねお話を私なりにさせてもらったんですけどもまあその内容は置いといてですねあのー、ライブやると来てくださる方が本当にねあのー、10名前後いらっしゃって多い時にはね2三3 0名になるんですけどもやっぱり10名前後が一番多い。 ボリュームゾーンです。時間にかかわらずそのくらいの人数と、あとはね、ライブやったら常に来てくださる方がいて、本当にありがたいなと思うんですよね。これをビジネス的に見るとですね、常に集客されてる状態ということで、おそらく高い確率で商品を案内したら売れるんじゃないかなと思いますけども、私はもう陰キの身ですんでね、これをビジネスチャンスとかセールスチャンスっていう考えはあんまりないんですよ。ただね、まだお金に余裕がない方とか、商売まだね、笑えない立場だぞとかね、もうちょっとこれから盛り上げていかないぞ っていう方は、自分の濃いファン、何をやってもついてきてくれる方をまず作ることが商売の秘訣になると思いますんで、まあぜひね、放送発信を繰り返していっていただければと思います。特に顔出しができる YouTube っていうのはあ、視聴者さんと良好な環境を築くためには不可欠ですんで、顔出しがどうもなとかね、自分がネットに不特定多数の人に出ていくのなんとかっていうのはね、本当にね、その古い価値観と言いますかねうん、まあ本当にそんなに見られないですから。 せいぜいぜ人ですよでしかもね自分の放送を見る方がなんでね悪いことをするっていう発想から始まるんだってことなんですよ少なくとも商売をして多くの人に自分のスキルなり情報を提供しようとしてるわけじゃないですかなのになんで自分が攻撃が起きると思っちゃうのかってことが、えー、ちょっとね、えー、それは違うんだよってことなんですよ確かにニュースや事件事故ってものはあのネガティブな情報だからあの話題になるんですよね ネットでこんないいことがありましたっていうのはスカットジャパングでくらいしかねスペシャルでやってくれませんからだからやっぱりねあの出てくるのは事件事故なんですよ、ね、でもこんな幸せなことがありましたっていうのをじゃあワイドショーとか6時半のニュースでやりますかって言ったらほとんどやんないでしょだからいいことは埋もれるんですよいいことの方が多いんですよ <laughs> でも悪いことは埋もれないんですよ悪いことの方が珍しいんですよ、ね、今回の,あの池袋暴走事故の件もね 2年間ぐらいずーっとメディアが報じてましたよね。交通事故を2年間報じるのって珍しいんですよ。もうそのぐらいインパクトのある事件でしたしまあ,あの犯人っていうかね加害者たる飯塚幸三さんのキャラクターもかなり取り上げるのにね不謹しながらこんなこと言ってあれですけども取り上げるのに適していたんではないかなと思うんですよで本当にねなんか冷たいというかね私もねあの私が思ってるわけじゃないんですけども あのこういった交通事故なりなんなりっていうのは本当ドラマのようにね演出があメディアによってなされるんで視聴者さんが興味を持って感情移入しやすいようになってるというふうに言われますでもそんな番組で注文を集めといてどんな広告流すのかなと思っちゃいますよね例えば交通事故のニュースがあった後って車の CM でもやるんですかねそれとも修理屋ですかね病院ですかね何なんだろうなと思っちゃうんですよね あ、ちなみにこんなこと聞いたんですよ。全然亀仙人から離れましたけども、これをまとめにさせてもらいますけども。あのなんかこの刑事ドラマとかでね。あのまあ、犯人が。この登場人物を殺しちゃうみたいなことがありますよね。例えばね、薬で。こう犯人が誰かを登場人物を殺しました。みたいなストーリーにしちゃうと製薬会社のスポンサーがつかないらしいんですよ。 車に轢かれて死んじゃいましたみたいなことをドラマの中に入れると、車のスポンサーは使えないらしいんですよ。これなかなか面白くないですかこれは。あでも、一貫している広告としての考え方だなと思いますよね。うん。だから車が颯爽と走るところに車の CM とかね。で、薬によって人が救われたっていう感動ドラマに、うん、なんかね、中外製薬かなんかの CM とかってね。そんな風にできてるんですね、きっとね。えー、ということで、亀仙人を目指す私たち。 ダブルのローがお届けしましたいってらっしゃい